いやいや、ちょっとまあ、視聴者の皆さん、はい、ちょっとね、急遽、俺6時まで、もう今、取材規模が6時までなの。朝準備しとんだ。ちょっと雨なんでね、申し訳ない。で、まあ、実習生もちょっと待っとるもんで、はい、ちょっと緊急で、ちょっとオープニングも何もなしで、ちょっとみんな、これ、今、何にも知らない状態です。視聴者はもう知ってる、サムネで。そうですね。何の話かっていうと、あの伊藤とトシ君の、俺、この間聞いとったじゃん。なんか炎上しましたとか、トシ君が言ってたじゃん。足場班のやつですね。足場班の。マジで？だから、俺はやめたみたいな。中途半端にやるぐらいだったらやらない方がマシ。で炎上したと言ってたんだけど、別に気にしねえでしょって言ったけど、俺ちょっと気にしてんのはと思って、なんか社長にやらされてるからやってるみたいな動画が何あれ、ちょ何お前あれ、あの動画の中ではトシ君がそんなもん仕事もできてねえんだから YouTube もやりたくねえよ俺らはと、社長がやれやれ言うのは分かるんだけどとか言って、なんか言ってたの知ってる。まあやると、うんうん、言ったのに全然もう進んでないと、うん、で毎回社長に怒られるわけじゃないですか。やるって自分らで言ったのに何にもやってない、うん、やってない、うん、やってない、何でお前らやってないの、うんうん、で言われてはやって、うん、またやらずで放置、うんうん、また怒られて、うん、いつになったらお前らやるんだ、うん、怒られまたやる、うん、それの繰り返しだったんで、うん、だってもうやめちまえよと、はい、まあ、それも一つだよね。確かにそれも一つだと思うよ。でみんなあとは単純にどうなのかな、普通の業務自体も支障を出るわけじゃないですか、うん、そっちをやろうとすると、うん、で仕事に支障が来てんの、支障っていうか今でもただできてない状況とかもちょろ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 出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、それとか人が抜けられてそれを動画を撮影するために人がおらんくなったらまた他の人間がそれを負担を負ったりとか、うん、きれいに円滑に回っとる状態だったら別にいいと思うんですよ、うんうん、結局はまだ今しどろもどろ状態で、うん、ごた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 しとる状態だったら、うん、そんな毎回そんなやってない、また怒られる、うんうんうん、なんでお前らやらんの、やりたいって言ったんじゃないの、うん、お前らが、うん、その状況下をずっとその繰り返しとるぐらいだったら僕はやめちまった方がいいんじゃないのかな。あいいな。でなんかお前も黙っときゃ、黙っとるやつが一番悪いと思うんだけど、トシ君よりお前が悪いと思うんだけど、え僕黙ってない、黙ってたカメラが見てる時に確か言ってるわみたいな顔してないからちょこちょこ、いや知らないみたいな顔してたでしょ、あれ伊藤切っとると思うんですけど、あれ本当は僕されてるんですよ、めちゃくちゃみんなでブワーって、もう明らかにね、もうあれはあいつもいかんわ、まあ、やめとる人間の悪口言ってないけどもうトシ君に向かって出るもんで普通カットしなかんところも全部出しとるよね、あれ。そうだから出しとるところだったらカットしとったらなんか微妙な、意図的になんかトシ君がうざいところを出しとるよなじゃあ思ったんだ、あれはちょっと悪やんなと思ったから、まあ別にいいじゃん。ただ一つだけ言いたいことは、俺はこれ伸びるよそれ見てこれまた筋出るよお前これ伸びるよ、うん、いやいや俺もそもそも別に やらんならやらんで、であの伊藤はあれ多分黙っとったでどこまで話したんか知らんけど、後からその足場を手伝いに行っとるパターンなんでね。で、あと、うん、あいつ伊藤が来るたんびに言うのが取ってこいって言われました、取ってこいって言われました。いや言ってないよ別に、俺は言ってないですか、あいつ歌い文句なんですかね。違う、ただあの言っとるのはあいつは管理なんだから、はい、いや俺があいつに伝えとるのは、はい、足場班がやるって言うんだったら、はい、やっぱやってないよ、言ってあげんと上がらんぞって、でもあいつらもやめるならやめえいいじゃんって龍社長も言っとるわけじゃん、はい、でもあいつは別に足場班は別にお前取りに行かんでもいいよ別にって、はい、あの別に誰かに取ってもええやんって、だけどあいつは足場班も好きだし、みんなが好きだから手伝いに来とるわけでしょ、はい、だって俺のためにやってるわけじゃないじゃんここも、はい、だってお金も何ももらってない俺、確かに、はい、飯で自分も一緒に焼きに食うってやしょ収益で、はい、お前やめろとか言ってなんかわーわー言ったけど協力しろよじゃんおい俺思ったのそれが何が一番腹立つってできねえからやめろっていうのはさ、みんなもうバカなんだわ、できないんだよ仕事なんか、じゃあ足場組みに行ってできないから足場やめろって言うのできないからどうしようって言うんじゃないのかなって俺は見て思ったの、それをなんかああやって言うと最もに聞こえるんだよ視聴者も、できないことはやめねえよって。だけどできないでしょ仕事なんか普通は。いや本業とサブはまた別じゃないですか。俺は別にサブと思った。YouTube は YouTube、仕事は仕事だから別に。はい、だから仕事はもう絶対。でも YouTube やるなら YouTube も絶対なんだわ、はい。だったらやめろってこと。そうですね。うん、仕事もできんならやめろってあるじゃん。俺は伊藤にもやめてけって言ったら本当やめてんだけど。はい、まあアホかって言って、はい。できないんだったらやめろって。やれってことだよ、今すぐできんでもいいけど一生懸命努力しないならやめなさいっていうこと
でも YouTube は YouTube だし、別にどっちかを取ったらどっちかがなくなるっていうもんじゃないと思うんだよな。お前何やってんだよ、これ。お前やろ、こっちお前、こっちお前、お前、高速乗ってきたわけよ、お前。水をから焦って、お前。めちゃくちゃ雨降って、お前。危なかったよ、俺、お前。ちょっとブルブルブルって、お前。ちょ、どうするんだ、まあ、やるやなんじゃなくて、はっきりせよ。だから、トシ君がまたこれ悩んで、わけわから暴走しだすんだぜ。あの暴走だぞ。ちょっとだけど、お前らもこうやって黙っとるだけじゃん。はい、トシ君が悪いとか、どっちが悪いとかいう問題じゃなくて、あの次のステージ行かなきゃいけないんじゃないの。そのコメント欄にまたどっちが悪いとかじゃ、どっちが悪いとかじゃない、どっちも悪いから俺からしたら。そうでしょ、伊藤も悪い、家にね。だけどあいつもみんなの応援したいってなったら応援しやいんだけど、中途半端に応援して、いい時は来て、べーって取りましょう。文句やるんだったらもういいです。だからいかんわけでしょ、人間として。そうでしょ。どうしたの、じゃあ、お前らはどういうふうに思ってる。無理。無理。無理。トシ君無理。言ってないです。ね、はい。やりたいんですけど。うん、ただそれずっと言ってるわけじゃないですか。だってそうだろう。だってお前らキャバクラに飲みに行ってる時間あるんだろう。遊びに行ってる時間あるんだろう。できるやん。そうです。なんですけど、別に遊びでしょ。でもそう、遊びも同じでしょ。えらい時あるじゃん。そう、キャンプやるために買い出し行かなかんし、山登らなかんし。だから偉いから仕事とか偉いから遊びじゃないでしょ。別にやりたい、自分たちが評価されて YouTube で成功したいと思うならやらなかったぞ。じゃあやらん、中途半端だったら俺は見た方がいいと思うよって。みっともない。足場やっとる、飛びやっとる、ね、来たのにちょろちょろやって、あもう今日休みたいわ、明日は来たいわって。まあ、そんなんでやめてまいよって。それは伊藤に対しても全社員が思うことよ。遊びでもね。でも YouTube 趣味でやりたいんだったら会社から金出してもらったらかも。僕らで編集も全部やります、うん、編集ね、スタッフ借りないです、編集応援しないです、俺会社金借り出してお前らの収益を取ってねえもんでしょ、うん、自分たちの趣味だけでやります。だったら入れ墨問題もなんかちょっと聞いたわ、もういいや入れ墨問題で言って思うから出してもいいでしょ、あしばはんチャンネルなとかたわけたこと言ってるらしいやん。はっ、もうバカなのかそいつらって。誰なんだそれって言ってるやつらって。お前か。僕じゃないですよ。こいつだろ。スパーチャンネルが関係ない。いやいや、みっともねえよって思うの。そんなことはじゃ自分たちの趣味でやってくれって感じだよね。会社から金出してもらっとんだもんね。いや、これが完全に自分たちでやっとんだったらいいんだよ。逆に俺はお前のところのファミリーだったら、まあ、別に自由にしたいけど、ただじゃあ塗り替え道場が応援するチャンネルではないよな、もう。だから塗り替え道場とコラボするとか何するっていうのはやっぱまずいよな。応援して、入れ墨を俺が応援してるってことになっちゃうもんね。俺は別に否定もしてないけど、肯定もしないからですよ。出すなよって、ね。一般人がおるところで出す必要ないじゃんと。いやさ、みんなで遊んでる時に出したのはいいよ。で、一般人に出すところで、俺出す必要ないんじゃないって思うから、別に。で、それを動画とかそういうことだよね。トシ君はね、やりたいのやりたくない。僕はやりたくないです。やりたくないです。やりたくない。はい、やりたくないです。やりたくないならもう抜けてもらえよ。それを中途半端にお互いにやっとるもんで、はい、俺がやりたいって言ったりやりたくないって言ったりなると、はい、いいのかそれ。もし俺がやりたくないって言うんだったらもうじゃあその代わり俺中途半端に出んでよ、はい、俺もうそれが一番嫌だ、はい、確かにたまにそういうことするじゃん。嫌だって言ったらやめたいって言ったら会社、俺もやめる、独立する、で独立しようって応援しゃべるよって言ってるのにやっぱやめないと。俺それ一番良くないと思うんだよ。俺本当にこいつらがブレるんでやめさせろって言ったんだよ俺、はい、マジで。 YouTube もそう、やる気があるやつがあればそがれるんだ、はい、俺もすっごい嫌な気持ちになった、はい、俺も一生懸命やってるわけじゃん。でも俺は自分で経営者もやりながら YouTube やってるでしょ。でも俺はこれは別に真剣だと思ってるから、はい、仕事に帰ってくる帰ってこないは別として俺は真剣にやってる YouTube、はい、それは遊びだろうが仕事だろうが、はい、でそれは確かにやっぱりやるって言ったり、いや今回は俺じゃ出るわ、ただ入れ墨出してもいいだろうとか。でそれブレると思うんだよみんなが。俺もブレるもん、やっぱあなんか社員から応援されてないってやっぱ気持ちよくないじゃん、はい、だから俺は社員にも出たくないってことに無理に出す必要もないし、はい、出たいってことだけ出てないよって言って社員営業も出ないこともあるじゃん、はい、職人さんも出ないこともあるじゃん。だから俺それでいいと思ってるんだよね。だからちょっと強引に行くときはあるよ、はい、でも大人なんだから本当に嫌だったら断るんだよさ。モザイクかけてだったらいいですよとかおるじゃん。トシ君のこれ今出たくないところ動画にしたんだよ、はい、お願いします。じゃあみんなそれでいいんか今こうやってちょっともうカーッとなって言ってるぞ、もう分かるもん。言ってないですよ。いや分かるもん、もうトシ君。いいんかみんな。
で僕らが出てほしいですよ、やっぱりより、うん、南瀬コーサービスって足場が僕らなんで、うんうん、やる以上みんな出ていろんな顔を見てもらえばいいですけど、うん、どうなんですか、まあ、せっかくカメラに回しとるもんね、しっかり、まあ、結論とまでいかんで方向性が出したら、まあ、実際動画出てどうなの。あ、僕は別に出るのは全然、ね、まあ、やる気満々でもないけど、まあ、映るのはいいですよ、まあ、全然それは、それで協力しなかったというか、どこまでの協力かわからないけど、まあ、ああ、YouTube 向けね、はい、まあ、みんなが出るんだろう、まあ、ほんでやる気になったりね、はい、元気になったりっていう人もおるだろうし ね、 そうですね、うん、お前は YouTube、 はい、いや、全然、みんなで、あ、どう？僕は全然やりたいです。確かに、でもやりたくないって言ってた。あれ、それを、うん、やる気にさせるのは僕らの、まあ、だけど、俺はここでやる、ちゃんと、まあ、今日じゃなくてもいいと思う。でもこれ、絶対ブレてくるじゃん、ああいうふうに。で、リーチもそう、言わんタイプじゃん、みんな言わんタイプじゃん。で、トシ君がちょっと酔っ払って、わーって言い出すじゃん。おかしなこと言っとんなーと思ったんだ、これ。じゃあ、やるやらん、別に自由だし、俺もね。ただ、俺はもう金つぎ込むんだから、ここに。だから、いや、明日やめた、今日やるさ、遊びじゃないから。だったら自分たちで責任を負って、編集も全部見つけて、だから、いろいろ手伝っとるわけでしょ。あいつ、私利益で飯連れてまっとるわけじゃないでしょ。でしょ、そういうことでしょ。で、俺はそのリスクもあるわけ。南瀬コーサービスっていうチャンネルが沈み出すことで、俺の大切なお客さんが傷つく可能性があるわけ。ね、酔っ払ってね、なんか寺道が暴れたりさ、しょうもないインスタあいつが上げや。会社に傷がつく可能性は俺はあるわけよ。うん、それは分かっとってほしいわ。それをなんかね、沈み出していいんじゃねえのとか、もういいやめるんだ。やめてない、やめようぜ。いいやん。暇の時だけ出したらいいじゃん。俺、じゃあ何の得があるの、損しかねえじゃんって。でしょ、会社が出て傷つく可能性もあるわけでしょ。だけど YouTube で会社が確かにね、いろんな人がこうやって来てくれて、つながって仕事もつながっとるのは確かなんだわ。そのいいとこだけさ、自分たちもやっぱ出さずにさ、その悪いとこだけ話して、それは大変だと思うよ。俺が来たの、キツが出るまで俺は帰らんの。俺の性格分かってるわ。いろいろあると思う。もうちょっと考えたい冷却期間もあるかもしれんけど、まあ確かに。いや、僕らはちょっとここやりたいですよ、もちろん。うん、みんなにしてこうサービスで、今のもあるのもやっぱ YouTube のお金もあるし、うん、まあ、みんながこうやって映って現場出て、うん、みんなに声かけられて、まあ、新しい人が入ってきたりとかするし、うん、まあ、それでいきなり辞めるもないし、今までが、ね、うん、ずっと続けてやってきたんで、うん、まあ、この先まだ続けて何が起きるか分かんないし、いいこともあれば悪いこともあるし、もちろん。そうね。まあ、やっぱりみんなその気持ちはやっぱりみんなバラバラなんで、やっぱその日は良くてもその日はダメとかもあるし、もちろん。うんうん、まあ、それはやっぱ、まあ、ちょっとずつみんなも分かってもらって、まあ、気分乗らなくても、まあ、みんながちょっと気分乗ってなったら、まあ、ちょっと合わせない。努力したのね。努力しない。決めたり、まあ、企画考えたり、いろいろ大変じゃん、それ。それは経営が詰まっとるってことだよな。一番なら経営が詰まっとるんで。そういうのはやっぱりみんなも考えながら、うん、やっていきたいなと思いますね。やっと喋ったら二十五分で。何かしらには変わってもらいたいですか。うん、もういいよ、トシキの話だ。お前はどう思っとるのって聞いたんだよ。どみんなそれで綺麗事みたいなことしか言わんだよ。いや、かかってほしいですけど、お前は綺麗事だけだもん。いい2回だよ、ことしか言わへんやん。だから、ビチ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 とか、影が悪口って思って。お前ら。ビチだけどな。って言わんからさ。YouTube に対する。うんうん。やりたい。僕は、やりたい。やりたい。カスクちゃんのつまらずの人に一緒に喋らんじゃん。奥さんは笑ってるとき。いや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 。カスクちゃんで喋らんやん。全然、仕事を。やっていきたい。あんまりしゃべるのに言ってたけど、やっていきたい。そうですね。一緒ですね。実際、としくはどうなん、こうやってやっていきたいってやつを、まあ、俺は出たくない、出は出ませんけど、応援するよっていう気持ちなら、まあ、まあ、仕事を俺の目の前で YouTube やるとかやめてほしいとかさ。いやいや、別に。まあ、例えば、次の見て手伝ってとかもあるわけじゃん。ちょっとこいつらがね、ちょっと今日、5時半から撮りたいもので、ちょっと次の見ができないですかとか。あ、別にいいっすよ。その辺はいいんだ。はい。でももう本当に出たくないんだ。
出たくないし関わりたくないだけです。無気になって出てない。でしょ。それうちの父ちゃんそっかいだから。無気になって意地になってるだけだから。別にそんなに固くないことでもないと思うんだけどな。楽しそうにしようときは楽しそうにしようし。まあ多分あのね、酔っ払った動画も動画のためと思ってやはり一生懸命喋ったと思うんだわ。俺は別に悪いことだと思わない。ちょっと暴走したなぁと思ったけど、そんなもんじゃん、俺も暴走して炎上しそうなもんさ、うん。だから別にね、動画のこと考えて一生懸命喋ったんじゃないの、たぶん。しんさんとどうしよう、喋ったらなんなぁと思ったら、ちょっとエッチかかりすぎたなぁっていうのは。じゃないのか、違う。いつも喋り出すと止まんないじゃないですか。それはもう、でもあのカメラ回してること自体が腹立ったことじゃないでしょ。あ、それに対しては別に腹立ってないです。だからまあ、動画として喋ったんでしょ、ちょ。逆に撮るもんがない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 、どうしようどうしようって思うんで、うん、もう飯食いながらでもなんかいろいろ話すのは別にそれで一本動画になるんじゃないの、うん、って僕は言ったんです。そうでしょ、はい、だからね、そういう前向きな気持ちでやったわけじゃん。その気持ちを、まあ、あおら無理無理ってさ、うちの父ちゃんみたいな言い方しないのさ、いいんじゃないの、別に。どうなの、アンチが聞いたんですよ、多分。いやいやいや、無理になっとるわけでしょ。だからもうわわ言ったもんで、ね、もうトシコのせいかもう何十年も言っとるもんね、わかるよ。ああもう始まったわみたいな始まったわ田中同士がってもう向きになると何言っても聞かないもん言ってもまあでもまあちょっといろいろ冷却してまあ、ね、まあ出たら出ていいと思うし、ね、それを今まあいいよってまた俺 出てもいいよって声で出たら出るよっていやもうそのコロ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 変わってないと思うところはまあごちごち30分実習生待っておいて終わろうかまあただ俺は一言だけ言いたいのははいこれ確実に伸びるよまあでもね、まあ、今トシ君こういうこと言ってるけどまあまあトシ君の性格もみんな分かってるでさ、まあ、ちょっと遅くなりましたけど、皆さん、まあ、芝藩また今日も一日平和で頑張ってますはいチャンネル登録いいねよろしくお願いしますお願いしますあしばチャンネルもリンク貼ってありますんでよろしくお願いしますお願いしますまたねー